今日はですね、皆様に重大な発表がございます。カバチャンネルをいつも応援してくださってる皆様、そしてチャンネル登録してくれてる皆様、そして動画を視聴していただいてる皆様、本当にいつもありがとうございます。僕の今所属しているモデル事務所が、事務所自体が移転することになりまして、今日がですね、今回限りで最後の、撮影ということになりました。大変ちょっと個人的にね、残念なことなんですけれども、また新しい環境ということで、撮影機材も僕ちょっとご用意しまして、今度自宅でこれから撮ろうと思ってます。より自宅ということで、頻繁的に撮影もできますし、本当 Now でね、もうドラマ最新作出たらすぐに撮れるという、メリットもたくさんありますしね、より素早く最新の情報をゲットしたまま、そのまますぐ撮影に行けるということで、内容としては変わらずに、僕の今大好きな韓国ドラマをどんどんご紹介するのと、よりネットフリックスだったりとか U-NEXT とか、今韓国で流行っているドラマ、最新作っていうのを見て、その感想だったりとか、あらすじだったりとかね、見どころっていうのをより詳しく、早く、視聴者さんに見ていただきたいなということで、という面も含めて今後は自宅で撮りますので、変わらず応援のほどよろしくお願いいたします。ちなみに皆さんいかがですかね、僕のこの動画。なんかコメント欄とかの方に、もっとこんなの撮ってほしいよとか、こんなドラマ見てほしい、おすすめしてほしいとかね、よりこう解説してほしいとか、歌だったアーティストだったりとか、韓国にまつわるファッションだったりとか、ライフスタイルだったりとか、そういうもういろんなありとあらゆるジャンルを、僕は一応勉強もしてますので、そういうものもね、今後発信していきたいなっていうふうに思いますので、ぜひコメント欄にですね、こう書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それをこう参考にして、新しい YouTube の方ですね、発表していきたいと思います。全体的な感じは変わらないので、このまま引き続き応援していただきたいので、カバチャンネルの、目的意義なんですけれども、動画を見て、見てみようか、このドラマ見てみようかなとか、見た動画があれば懐かしんで、ああ、こういう時もあったよねと思い出してくれるような、チャンネルにしたいと思ってます。この YouTube だけではなくてですね、僕インスタライブもやってますし、TikTok とかの方もやってますので、より今のこの SNS、ソーシャルネットワークを使ってですね、よりこう韓国ドラマのおすすめ、メリット、シェアしていって、よりこう韓ドラファン、韓ドラ好きな人が増えて、周りにね、増えていただけたら嬉しいなと。よりこう世界がね、ハッピーに、カンドラに包まれるといいなっていうことで、僕のチャンネルを見ていただきたいなっていうふうに思ってるんですね。なんでこれからのね、韓国コンテンツっていうのは本当に今の時代にぴったりだし、もうまさに超盛り上がっている内容、ジャンルになりますので、皆さんによりこのカンドラの魅力を、教えたいなと。よりこの魅力を知っていただきたいなっていう思いで今後も発信していきますので、ぜひカバチャンネルの方、今後も応援よろしくお願いします。それではまた新しい自分で会いましょう。アンニョー。